俺ね、ブレイキングダウンね、うん、オーディション行ってね、うん、ある意味なんか無傷の勝利っていうか無傷の勝利、敗北でしょ出れて嬉しいみたいなのあったけど爪痕すら残さず、うん、いやまあでも全部カットされた人もいるから、うん、恵まれてると思ってまた次挑戦して、うん、次こそはスパーリングしたり試合したり、あとまあそのブレイキングダウンダメだったけど、うん、そのブレイキングダウン出たいっていう意思表示をしたことで、はい、他のその格闘技系の人と絡めたり、うん、その他の企画と絡ませてもらったりっていうチャンスが増えてるから、うん、で肉体もなんか健康的になって睡眠4時間半とかが続いても活発に動けるから、うん、それ言うとは分かんないけどまあそうまあ運動すること自体はいいことだからね。そうそうそう、運動してる時間以上に得してる気がしてて、うん、その体が良くなったこと